俺から離れないで。エレンが真意を隠しているとして私たちを突き放すのはどうしてなの？私のことが嫌いって、なんでそんなことエレンは言うの？それは、まあ向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。まさか、少なくともミカサがよく頭を痛そうにしてたことなんてエレンも僕も昔から知ってた。嘘をもっともらしくするために利用した。無理やりついた嘘だからね。エレンに全て終わった後で聞いてみたらいい。忘れるな、この奇襲作戦はリリー・タイバーの犠牲の上にある。彼が命を落として伝えたように、我々には真の英雄ヘイロスが必要なのだ。世界を救う英雄が。エレン、もういい、お前の負けだ。これ以上誰も苦しめなくていい。これ以上苦しまなくていい。なぜ赤く、お前は何のために戦っている？何のために？とか約束の場所にたどり着いたか。よく一人で耐えたな、エレン。あとはお兄ちゃんに任せろ。